おはようございます、こんばんは、タンチュンです。今日も楽しくダーケータクトをやっていこうかななんて思っております。本日の内容は S8 ランクアップ優先リストご紹介していきたいと思います。参考になりましたらぜひチャンネル登録グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。ということで本日は育成のお話をしていくんですけれども、まずランクアップをするとですね、レベルの最大上限が上がります。 S1 のままだとレベルが30までしか上げることができません。なので新キャラをね手に入れた際は速攻でクエスト連れていくと経験値がねレベル30ですぐいっぱいになってしまいますので、まあ S ランクでしたら S4 ぐらいまでだったら育成しても特に問題はないかなと思います。こちらマスターランクも上げれますので、 S4 レベル90までは基本的に S ランクは育ててもいいかなと思います。そして各ランク上がっていくごとにキャラによって上がり幅は違うんですけれども、ステータスが上がります。ランクを上げるだけでステータス上がりますので、 S4 から S7 も違いますし、 S7 から S8 に上げるだけでもステータス結構上がりますので、ここ結構大きいところですね。続いて注意点なんですけども、 S4 から S5 に上げるとき、 S5 から S6 に上げるときですね、虹のオーブが1個ずつ必要になります。ドラクエタクトではこちら虹のオーブが基本的に入手可能なステージはありません。イベントミッションだったり美味しいスタンプ報酬、あとは優勝とかね、貴重な素材と交換しないと手に入れられない、タクトでは一番貴重な素材となっております。なので雑に上げていくとすぐなくなってしまうので、ここは要注意ですね。そして S7 から S8 ですね、こちらに必要な素材が虹のクリスタルという形になっております。この虹のクリスタルも S8 が実装された当初はもう足りなさすぎて誰からあげようとかなり悩んだので、一度ね優先リストを私あげたことあるんですけども、今日はその更新版となります。こちらハードの9章3話、こちらをクリアしていただいて、できれば毎日3回は回った方がいいです。ドロップ率は 10% ぐらいなのでなかなか落ちませんが、ここだけはできるだけ毎日回った方がいいし、私は30ジェムプラスして6回必ず回っております。2倍期間は絶対回りましょう。続きまして育成のコツの方をちょっとお話ししていきたいなと思っております。まず1つ目、全体的に汎用性の高いキャラ、ロトの勇者とかピサロ、少年テリー、ダイスラなど、もうどのコンテンツでも必ず使いますよというようなキャラに関しては優先的にまず育てましょう。速攻で S8 にしてもいいと思います。そして2つ目、モチベが上がるキャラですね。キャラ愛、これめっちゃ大事です。ダイスラとかね、ゴルスラとか可愛いですよね。こういう自分の好きなキャラを育成して使っていく、これがいいかなと思います。では続いて3つ目、何を目的として使うのか。最近ですね、環境がかなり増えてきまして、高難度闘技場だけではなく、ギルド大会、PVP、スコアアタックなど、いろんなところでね、活躍するキャラっていうのは違ってきます。なので、どこでどのキャラを使うというイメージをしっかり沸かしていただいて、優先を決めていくっていうのが大事かなと思います。PVP に関しても、マップによってね、強いキャラ、環境キャラ、ちょっと変わってくるんですけども、基本的にレギュラーに入ってくる自分の一番強いキャラっていうのは何体かいると思いますので、そういうキャラから優先して育成していきましょう。そして4つ目、凸数で優先度は変わります。各手持ちのキャラの凸数の恩恵っていうのはかなり大きいところです。特性、ステータスなど1凸、3凸、5凸でかなり変わりますので、このキャラとこのキャラどっちを上げようかなって悩んだ時は凸数とか自分の手持ちのバランスを見て判断してみてください。そして続いてこちらですね、持ち物、はい、ランクアップ素材なんですが、素材をしっかり貯めておく、ゴールドも必要です。あと虹のオーブ、虹のクリスタル、各系統クリスタル、秘石、虹の宝石、玉、オーブ、この辺もとても大事なのでしっかり集めておきましょう。6つ目、ピックアップは基本1凸から、才能開花キャラは基本4凸からという風に言われてますが、中には無凸からかなり使えるバケモンもいますし、魔王の才能開花とかは1凸ぐらいからでも十分使えるキャラもいますので、各動画で紹介されているような環境キャラはどんどん上げていきましょう。基本的に S8 と才能開花とかはセットで考えていく方がいいと思います。そして7つ目、使うキャラは S8、 使わないキャラは S4 まで、ここねはっきりした方がいいと思います。私もね失敗してるんですけども、テンタクルスをね育成しようかなと悩んでまして、はい、 S5 で中途半端に止まってるんですけども、まあ、この時期ねまだ S6 ぐらいまでしかなかったんですが、もう S8 と S4 としっかり使うか使わないかで分けた方がいいですね。 S4 以下はマスターランク要員、 S8 以降はどこかで使うというイメージを持って育成していきましょう。
はい、それではね、今日の動画のメインなんですけども、2022年8月末、現在の S ランク全107体中85体を私の中で選出して、属性タイプ別リストを作ってみました。こちらです。こちらに関しては、手持ちのバランスを考えて、凸数の高いキャラ、才能開花キャラ、環境キャラを優先して、次の S8 をしっかり考えていきましょう。各タイプ、属性は最低1体から2体、無属性は3体ずつは育成していくというイメージがいいかなと思います。この表は攻撃タイプですね。物理、大義、ブレス、呪文の4つに枠を分けまして、無属性からドルマまで8属性を表に分けております。おそらくまだ10体とか30体程度しか S8 を育ててない場合は、属性がね、かなり偏ってたりとか、タイプが偏ってたりすると思います。なので、この枠の中のキャラを最低1、2体、無属性でしたら3体、4体しっかりタイプ別で育てていくと、手持ちのバランスがね、かなり充実してきますので、この表を参考にしてもらえたらなと思います。まあ、順に左上から見ていくんですけども、まあ、物理の無属性でしたら、基本ピサロとかドレアム、三河市があるエルギオス、この辺が1凸以上あればもう即 S8 でいいかなと思います。大義に関してはドルマゲス三河氏強いですね。指導もできたら一凸欲しいですが、私は未だに無凸です。それでも開花でやっぱ使えましたね。あと魅了が使える水着ゼシカいいですね。そしてブレス、無属性ブレス強いです。特に創造神マデサゴーラ、神竜などかなりダメージ出ますし、状態異常あったりとか優秀なキャラ多いです。ここから選んでみるのもいいですかね。あと無属性呪文、エルギオスも強いし、魔勇者アンルシア、そしてマダンテが使えるゼシカ、最近実装した女賢者、さらに才能開花したゾーマとかね、かなり強いキャラいっぱいいます。基本的に悩んだら無属性から選んでいただくのがいいかなと思います。では続いてメラ属性いきましょう。物理はもうダントツでアリーナがいいですね。開花がやっぱり強いです。最悪無凸でも使えたりしますので、アリーナしっかり育てていきましょう。カンダタもいいですね。大義二軸弱はちょっと飛ばさせていただいて、ブレス、グレイナル、竜王、神竜、はい、どれも強いです。呪文はゼシカ、魔剣士ピサロ、無道なんかもいいですね。では続いてギラ見ていきましょう。物理は打天使エルギオス必中ですね。そしてデボラが才能開花してかなり強くなりました。あとトンヌラですね。えぐい火力がこの二人は出ます。凸数によってもうこの辺は1凸2凸ぐらいからでも使っていけるんじゃないかな。そして大義はサンディベスキング、この辺も優秀。ブレスはマデサゴーラがやっぱ強いですが、ダースドラゴンも結構いいと思います。呪文に関してはねまだちょっと薄いんですが、ゼシカとか大魔王マデサゴーラなんかもいいんじゃないかなと思います。続いてヒャドですね。ここは4体いるんですが、まあ、手に入れるね希少性もありますので、優先的にはキラマシンめっちゃ強いです。弱点相手に4000ぐらい普通に出ますので、キラマシンおすすめで、手に入れれた方は3あり確定素早さダウンできますので育てていきましょう。大義に関してはクイスラも優秀ですし、水着ゼシカが実装されましたね。無凸でも S8 全然ありやと思います。ブレスはグレドラと神竜、神竜持ってる方はもう S8 しましょう。メラヒャド使えますんでかなりいいです。呪文に関してはグラコス、サンリズ、マデサ、ゾーマと、まあ、使いやすいのはグラコスかな。ゾーマも十分強いですし、ここも 1,2 体欲しいところかなと思います。続いてイオ行きましょう。意外とね多かったり少なかったりします。物理はジュリアンテ、ククール持ってる人は少ないかな。あとテンタクルスね、私 S5 ですが、もうジュリ一択でやってます。大義はスラリンガルしかいません。ブレスも次元竜しかいません。ここ貴重枠ですね。100体いてこの枠1体しかいないって結構すごくないですか。この2体おすすめですね。そして呪文枠はベロニカ、アークデモン、ヘルバトラ、バラモス、デッサムーア、ロト、フローラとかなり増えました。この差なんでしょうね。大義ブレスと呪文のこの差、ちょっと選ぶの難しいですが、まあ、手持ちによってベロニカとか、まあ、ロトがいればなんとかなるかなと思います。まあ、アークデモンだったら開花込みでやってもいいかなという感じですかね。続いてデイン行きましょう。物理増えましたね。ギュメイ、レオ、アンルシア、バラン、カイザー、ビアンカと、はい、ここではねもうギュメイ一択でいいですね。で、凸が進んだ方に関してはビアンカ、まずこっから育てましょう。かなり強いです。一応カイザーもね私やっていこうかなと思ってるんですが、キングレオは愛用しております。バランはね持ってない方もねいるかもしれないんでね。そして大義見てください。ここね107体実装されてデインの大義 A 特技が未だにありません。初実装はいつになるやらという感じです。ブレスに関してはグレイナル、ラーミアが来ましたね。ここはもう即上げましょう。2体とも超優秀です。そして呪文ですね、デイン結構珍しい、姫アンルシア、バーバラ、シド、プリンという形でございます。
。アンルシア持ってる方はアンルシア上げていただいて、まず指導を上げてからプリンがいいかな、才能開花来たから。まあ、ここはちょっと優先度手持ちで考えていきましょう。では続いてバギですね。ここ結構少ないですね。バギ物理、ドリアム、マルティナ、サジ、ロト、ガボと。物理はまだね結構いるので、まあ、ロトとマルティナ、ドリアムがいればなんとかなるかな。ガボは才能開花待ち。そして大義がメタドラしか未だにいません。ここも貴重枠ですね。そしてブレスがフォレストドラゴとジャミラス、この2体めちゃくちゃ優秀なんで、もう一突で速攻で S8 していいと思います。かなり強いです。そして呪文もエルギオス、プチソーン、賢者、女とそんなにいないですね。どのキャラも優秀です。では続いてドルマ行きましょう。最近ちょっと増えたかな。バルボロス、ウルノーガ、バラゾン、デュラン。でもあんまり使ってるの見ないですよね。ドルマって若干特殊なんかな。大義はガナスダイ、ハロイメルトワ、ブレスはバルボロスしかいません。呪文はグレイツェル、暗黒神ラプソーン、プチソン、竜王、ハーゴンと。ここはちょっと充実してきたかなと思います。では左下見ていただいて、補助、防御、妨害タイプ、ここね結構大事だったりするので、ダイスラ少年テリーに関してはもう優先的に速攻で S8 手に入れたらしてください。無凸でも十分使えます。そしてゴルスラ、セラフィー、ここも S8 にしたいところですね。そして賢者、女、ボーマのベホマラーとね、攻撃も使えますのでかなり優秀。そして妨害タイプとしては水着でしか魅了が使えるヘルクラ、大魔王ミルドラース、ここ開花待ち。そして鬼コンボ、ここ最優先でいいと思います。もう1凸ぐらいあれば鬼コンボはすぐ開花させてください。 S8 推奨です。まあ、3凸以上あればキラマスリムやっていいかなっていう感じですかね。はい、こんな感じでね、各枠から1、2体、無属性は各3体4体しっかり上げていきましょう。妨害タイプ、補助タイプもかなり重要なのでおすすめでございます。ということで、まあ、まとめとしましては、今後の新ガチャ才能開花キャラ用に虹オーブ、クリスタルはいくつかストックしておいてください。手持ちのね凸数から各属性バランスよく選出していくのがいいかな。以上が2022年8月末更新版でございました。現在ですね、私のランクアップ状況に関しては S ランクが63体、 S8 にしております。そして虹のクリスタルが19個、虹のオーブが6個ストックしてやるという形ですね。ゴールドもねすぐなくなってしまいますので、素材はしっかり貯めておきながら、新しいキャラ、即戦力のね配布キャラとか来たらすぐに育成できるようにしておきましょう。参考になりましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは。